皆さんおはようございます。ジョイゼロさんです。2024年、走り初めということで辰年、辰にちなんだ場所へ回ろうと思います。昨年2023年はですね、私も結婚しまして、で、ワンちゃんも飼い、そしてついに実家を出てと、で釣りもなんかいっぱいいろいろしだしたりですね、いろんな変化の年がありました。で今年はですね、辰年ということでそれを大きく育てて、飛竜のようにですね、登っていく年にしようなと思っております。それも含めて、これからですね辰にちなんだ神社の方へですね お参りをして、でそれからやはり辰にちなんだ、ところでちょっとお食事をしようかと思います。結構もう近い、プチツーリングですね、熊本市内で行けるとこですので、そんなに長い、ツーリングにはならないんですけれども、寒いですし、忙しいですし、のんびりちょこっと行こうと思います。まずはですね、国道57号線、通称東バイパスをですね、北東の方へ行きます。混むんですよね、それがちょっと。はい、国道57号線をですね、阿蘇方面走ってきました。この運動公園前の交差点を左折していきます。くそ混んでんな、間に合うかな。間に合った、よかったよかった。えい、左折、ちょ、よし、来てないね。はい、水害の後にですね新しく整備されたこの道を行きます。すっげー綺麗な道になってます。よいしょ。はい、というわけで熊本県道207号線を右に行きます。久しぶりに行くんなこの道。この国道57号をくぐって、そろそろのはずなんだけどな、確か鳥居があったはず。あれもうすぐだよな、この辺だよな、右方向です言われた、あれだ、ありました。久しぶりです。湯気神社でございます。湯気神宮かな。よし、はい、失礼します。そうです、辰年ということでチンポツーリングです。夫婦和合、何でしたっけ、夫婦のですね、より良い生活のための神社でもありますし、あと腰の神社でもありますね。ちょっと腰痛ありますので、ちょっとこちら行きたいとこちらに来ました。でこの後もですね、もう一箇所対になる神社、鎮宝神社ありますのでそちらに行きます。まずはこちらですね。お、よいしょ、はい、ということで久しぶりにやってまいりました。さあ初詣とお礼かな、縁結びのしていきましょう。もうありますね、相変わらず。よいしょ、はい、続いて神除神社行きましょう。もうちょっと、向こうにですね、浮気封じのあのチンポに釘刺して奉納するようなとこあるんですけど、そっちはですねなんか女性が熱心に見てられたのでちょっと行けなかったっす。次のとこでちょっとですねじっくりまたお参りしましょう。次は神除神社です。この前行きましたね。よいしょ、橋を渡って川を渡って、この先右側ですね。いやー何年ぶりかな、最後に行ったのは去年か一昨年か、腰やってそれでちょっと行ったんですよね。お、眩しい。あ、ここですね、駐車場というか前の方にちょっと広場があるのでそちらにバイクを止めさせてもらいましょう。お、
よいしょ。はい、着きました。勧誘家神社です。よいちょ、お久しぶりです。はい、というわけで神湯家神社湯気法王社へ来ましたね。どっちが正式名称なんですかね。神社はあそこの鳥居のところに法王社って書いてあるから湯気法王社の方が正式名称なんでしょう。相変わらずありますね。ででん、でこっちが拝殿です。さあお参りしていきましょう。はい、ということで湯気神社そして、湯気法王社神湯気神社でした。まあ立つということで、まあ、ちょっと発音が立つまあちょっと違いますけど、まあ大丈夫でしょう。これこっちだったっけ。はい、次はですね、ちゃんと龍の立つの方に行こうと思います。龍神橋食堂というですね50年ぐらい続くすごい美味しい食堂があるらしくて、そちらへ行こうと思います。まあ、その前にですねちょっとライコランド寄ってちょっとバイクカバーがダメになっちゃったんでですねそちらを買おうと思います。うん、これ道間違えたら多分まあなんとかなるだろう。よいしょ。はい、ここ刑務所通りなのかな、ここ右ですね。よいしょ。はいはいはい、ありがとうございます。ここを 300m 先を右方向つってる。まあほとんど道沿いだな。もうグーグル先生頑張ってよ、頼むよ。今まで何度騙されてきたか分かんないけど、何度救われてきたか分からないグーグル先生、お願いしますよ。あった、よいしょ。龍神橋食堂こちらですね。よし、食べよう。はい、ということで龍神橋食堂さんで、ホルモン定食いただいてきました。うまかったっす。ちょっと癖が強い、ホルモンでしたけれども非常に美味しかったですね。でお店の雰囲気も抜群です。あの古い食堂です、まさに昔からやってる。でもうメニューもですねそういう食堂定食屋さんみたいな感じでいっぱいあってですね、またちょっと来たいですね。ちょっとうちの奥さん連れてくるにはちょっときついかな食べれるもの少ないんでですねうちの奥さん、今度もうちょっとですねここ僕来て、いろいろ食べてみてで連れてこれるかどうかを検証してからまた来ようかと思いますね。でも美味しかったですね。さすが50年続いている食堂ですね。また来ようと思います。うちから近いしですね、行こうと思えば自転車で行けるぐらいの距離でございます。信号捕まっちゃった。ここでなんかベラベラ喋ってるとなんか不審者みたいですね。はい、というわけで2024年立つに、ちなんだ、ツーリングということでプチツーリングでございました。まあちょっと今年はですね年明けからいろいろ事件があったんでちょっとあれなんですけれども、まあ僕自身は、今年1年頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画はこの辺りで終了となります。また次の動画でお会いしましょう。